クレノアのメモリークローバー第62ページ。本日も皆様と素敵なページを綴っていきましょう。あれ？どうしちゃったの、シルちゃん。あれ？サイゲーっぽくないね。違いましたわ。それサイゲーですか？すいません、違いましたわ。なんか何系？グレちゃったの。うん。グレちゃったの。そんないじめてやんなよ、始まったばっかりからね。サイゲームスっぽく行くって聞いてて、うんうん、最初。でもサイゲームスっぽくってなんだと思って。うん、いろんなゲームがあるから、サイゲームス。なんだろう、ぽく行くんだったら、あれよ、最初 BGM 止めてねえといけねえんだな、でも。うん。確かに、確かに。そうなんだよ。止めた状態からシルちゃんのセリフが入って、音楽がボーンって始まるっていうのをやんなきゃいけなかったんだけど、俺もちょっと気が回ってなかったね。ごめんね、本当にもう。ああ、ま、そこで迷いが生じちゃったんだ。やめろフェイジョいじめるな強烈なフォローが入ってるいやちょっと申し訳なかったな。でも、うん、ちょっと事前準備が足りなかった。足りなかった、申し訳ない。かわいそうにね。ごめんごめん。あ、Tボンバーありがとうね。 Tボンバー、うん、ありがとう。 Tボンバー、うん、あー、お茶バクってこと。あー、そうあーなるほどね、うん、新しいティーバックマンだと思った。ティーボンバーね。新しいティーバックマン。誰やねん。どういうことなの、うん、新しいもクソもないだろう。一人しかいねえんだよね。ティーボンバーいいな。ティーボンバー50、センキューっていうことでしょ。うん。ティーボンバー100。100、センキュー。うん。かっけえじゃん。おめっちゃくれるじゃん。マジありがとう、みんな。かっこいいじゃん。ありがとう。ありがとう。ティーボンバー100。センキュー。100って今言ったばっか。モブサイコみたいに言うな。今言ったばっかやん。ティンボンバーセンキュー。不意に出てこねえな、100って英語で。ここ難しいとこだよ、ね、嘘だろ、出てくるだろ、うん、嘘だろ。おいおい。というわけでね、62回ですよ。はい、62回です。今回で5月が終わっちゃいますけど。ああ、あらららららら、マジ、ららら、マジガチ。なんだったらもう今年もそろそろ半分になります。来週も5月ですね。あれ、俺5月31日ですか。5月31日ありますね。なんだよマジで。ね、大丈夫かよ今日。ちょっと怖くな、怖えよもう初っ端から。いや、もしかしたら来週何か事情があってお休みをするかもしれないけど。ああ、なるほど。ついに、うん、ついに作者都合のため。やったー、腰痛か。腰痛。ちょっと座れないくてって。腰痛のため救済か。救済。救済。何をやっとんのね、うん、救済が連載だから、うん、このクレノアの何やっぱね、うん、31日はその僕が救済して、やっぱエクソシストも救済していくっていう、なんかいろいろこう救済がこういろいろ混ざっていく感じなんだと思うんだけども、みんなは今週なんかありました？待って、ちょっとごめんね。なんだよ、本当にごめんね、マジで拾えなかった今の、ね、なんだひとしきり喋って、そのまま進めていくのは新しいな、うん、やべえ、ちょっと珍しく突っ込めなかった今。うるせえ、うるせえ、なんだエクソシストって何。うるせえ、うるせえ。いや、SE、なんだろうな、本社を救済するっていう救済と、うん、人々を救済していくっていう、そのあれをかけて、いや頭の中に D グレーマンが思い浮かんじゃって、なんか D グレーマンのなんかあれにあったやん、なんかさ、人々を救済するアダコーダみたいなあったよね。バシースさん完全に富樫先生の方言ってたからさ、頭が、なんだっけ、エレン・イエーガー、あ、じゃあアレン・ウォーカーだ。あーそれはちょっと面白い。アレン・イエーガーのアレン・イエーガーの方、アレン・イエーガーが言ってたよね。エレン・ウォーカーは、エレンウォーカー駆逐する方。あ、ね、違う、エレン・イエーガーじゃねえか、ふざけんなよ。ボケ倒してるかと思ったら本当に間違ってるんだね。やべえよこれ、ね、難しいよ、うん、今日ちょっとやべえな。ちょっと待ってくれよ、ね、本当、うん、はい、うん、
もう頭回んねんだからちょっとね、天候のせいでちょっと頼むよ本当、うん、いやさすがの俺も危機感覚えたわ、うん、ごめんモルデオ何でもモルデオ出して逃げるんじゃない、モルデオガードを掴んじゃない本当に、ね、いやこれブレイブだ、ブレイブブレイブだっか、知り合いじゃねえだろブレイブブレイブ知らないけど、うん、すげえコメント欄ごめんだ、スクショしてますよ完全にあれないよ、モルデオガードなんや、あのコットンガードみたいな感じで使うなって、モルデオガード、うん、ポケモンガードか、ごめんね、はい、でね、まあ話戻しますけど、今週何があったかと、うん、なんかいいことありましたか、ね、いや、なんもねえよあ、でも一個あったよ、今日お今日はね、実はね、内緒にしてたんだけど、うん、成田ブライアン引いちゃったの、今日おー、始まったじゃん、始まった、おい、なんで俺以外全員持ってんだよ、ここの人間一人や、もう覗いて、まああれだけどさね、ついでにファルコも引いちゃったもんね、もうなんでだよマジか、すげえ、それはね、やる気が出るね、めっちゃやる気出た、うん、うん、タオロスでめっちゃやる気下がってたのに、そう、うん、最強だからね、やっぱ、うん、ありがとうございます、うん、おめでとうございます、おめでとうございます、本当に、なんだ俺たちは馬娘プレイヤーで名を馳せてんのか、いや全然なんかそんな強くねえから何も言えねえよそんな強くはね、うん、うん、ねえ、当たり前のように成田ブライアンそうだね、当たり前のように出てきたけど、うん当たり前のように当たり前のように話していいんだったら、あの先週はヒヒイロカネが起きましたね、あの再現のね、あの情報番組じゃねえんだここはグランブルーファンタジーに通じてるかって、違う、任せてもいいから、ツッコミ切れてるね、悪口いいね、今日、ま、任せようかな、任せてもいいから今日、うん、ね、いいじゃん、ちょっと、いや、ちょっと最近あれじゃあね、あのプリコね、あのやることがないです、何にもねだからさ、なんかツイキスプリコねなんかなかった、スタンプツイキャス、あ、違う、あのね、シアターパーティーにプリコネが追加されたから、プリコネが見れるのよ、一緒に、うん、一緒にプリコネが見れるだって、プリコネを見る、そうなんや、そうそうそう、シアターパーティー、ちなみにクレノアも見れるようになってんじゃないですか、見れないですね、見れません、なんかあるわ、本当だ、本当下に出てるわ、条件とかがあるってこと、あ、出てる出てる、おすすめの動画にあるわ、リダイブ、そう、あるんですよ、じゃあ今からみんなで一緒に見て、見る、おかしいだろうね、お便りは、うん、この番組はサイゲームスの提供でお送りします提供何もされとらん嘘ばっか無償で提供してるわ、うん、嘘ばっかやんけ、ほんとスポンサード入ってませんか、うん、いやでもね、本当に、うん、最悪の話しかないやん、うん、今日たまたまいいことがあっただけで、なるほど、今週はね散々だったよ、ああね、なんか言ってたね、まあ、散々だな、やめたいなって感じだった、満員御礼だって言うけどってね、満員御礼だって言うけどさ、うん、月見り、もうお通夜のリサイタルって感じ、うん、うるせえな、ジンさんがよもうじいさんって言ったネットじじいだけどもこのいや、本当低気圧めっちゃよ、わかる、今日も、うん、結局きつかった、うん、今日もある、あの昼はでもちょっとね元気だったんだよ今日、うんうん、お昼はまだ昼ちょっと晴れてたよね、うん、ただあのなんかそのお昼過ぎのあれになるにつれて体調がなんか悪くなり始めて、うん、うん、で結局やっぱね、またね、さっき起きたっていう、うん、あ、寝てたのあんたまたあれよ、ほんとに、うん、寝る時間33時とか、33時だと思う、今日も33時、うん、もうダメだ、起きたの7時55分今日、うん、そんで、あ、間違えた、そんでまたわけのわからない時間に配信する、あー、そう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 、うん、そうなんですよ、ほんとにわけのわかんない時間にわけのわかんない配信をするっていうローテーションが今組み上がってしまってて、ちょっとどうしようかなって感じであるんですけど、うん、サムネイルがマリモに吸収されるスネを、ああ、あれはその端末だね、端末から撮ってる場合、端末の時、うん、そう、うん、もうでも なんだろう、ちょっときついですね、正直な話、なるほどね、うん、きつい、そろそろ調整していかないと、うん、我々あの、うん、外でのイベントがあったりする、ああ確かに、いや関係ない関係ない、寝ないでいけないんで、そんなね、ああなるほど、うん、なるほど、でもあれちょ聞いてほしいんだけどさ、俺今まで出たライブさ、俺ほぼ寝ないで行ってること多いんだよ、実は、なるほど、うん、
で、はい、になった状態。そうそうそう、寝ないで行くやんか。でそのままイベント出て終わって、で普通さ、うん、もう眠すぎて帰るみたいな状態になるじゃん、そういうのって、うんうん、なのになんか打ち上げとかさ、これからご飯行くぞってなったら誰よりも元気な状態で行くっていうさ、確かに一周回ってね。そうそうそう、結構あるんよね、なんかそういうのが。確かにライブ前日なんだろう、そのまあ結構早めに入ることが多いから、うんうん、あのまあ5時起きとかしなきゃいけなくて、うん、ちょっと早めに寝なきゃなって言って、ね、いやガチガチガチで12時ぐらい寝たいなと思って、まあ、布団入るんだけど寝れなくて、うん、結局まあそのまあ最近ねライブがないからあれなんですけど、当時はだからあれ見てたよ、アイデンティティの動画見ながら寝れなくね、それ。そうそうそう、それで、あ、やばい、もうそろそろ風呂入んなきゃって言ってライブ行くみたいな生活だった。いや、めっちゃわかる。シャワーで目覚ますよね。めちゃめちゃそう、一緒一緒、シャワーで目覚まして、うん、コーヒー飲んでお茶飲むみたいな、なんか、うん、とりあえずカフェインをいっぱい摂取してで俺はね、エナジードリンクでカフェインを摂取したくないタイプだから、うん、やっぱそのコーヒーとお茶から取って、うんうんうん、そう。いやでも2部構成のライブの時やばい、マジで。あの一部終わった後、そう、終わった後楽屋で座りながら寝てんだよいつも、うん、うん、2部構成の交流がついてくるやつはね、だいたい中間地点みんな寝てるから、ね、いや、やばいんだよ本当に、うん、そう、そうだからちゃんとね寝ないといけないですねという話でございますが、ちゃんとね、うん、寝れたらね一番いいんだろうけど、うん、そうか、僕らその時合間全部みんな麻雀しなかった。まあ、あれん時は結構元気だったな、でも、うん、やっぱ歌ってねえじゃん、あれ。歌じゃないから、そうそう、あとやっぱ、まあ、モルデオがいるからちょっと元気になっちゃうみたいなのがあるよね、やっぱ俺は。もういるだけでなんかもう嬉しいみたいなさね。ハチミツみてえなやつだ。ハチミツみてえなやつ。ちょっとわかんない、いるだけ嬉しくない、なんかちょっとなんか、うん、もうなんかいたら嬉しいのよ、なんか、うん、わかるわかる、わかる、うん、なんて言うんだ、これディスじゃないんだけど、夏目友人帳の猫みたいな感じ。ああ、そう、ディスじゃないんだけど、にゃんこ先生、あとにゃんこ先生、にゃんこ先生、にゃんこ先生っぽいなんかこう空気感がある、うん、いや俺の中ではもう八九時迷いなのよ、モルデオは、うん、そう、もう見つけた瞬間もう見つけた瞬間にも話しかけたくてしょうがないみたいなね、あ、うん、あるね、そういうとこ、うん、なんだよっつって、うん、なんかそういう常に煽ってるもん、うん、なんかそれ動物的ななんか興味、めでる可愛さだね、めでる可愛さあるんよ。だって本人さ、うるせえな話しかけんじゃねえよっつって全部拾ってくれるんだもん、だって全部聞いてるから、そう、最高だよな、うん、本当に、はい、うん、まあそんなわけでしてね、今週は、うん、まあ低気圧がひどいという話でございますが、はい、今週はで思い出したけど、サイゲームスのコンシューマーゲームをなんか、おお、今週からコンシューマーが思い出した、そんなことあるかよ、ね、そんなことあるかい。あー、ソサゲじゃないゲーム出すらしいですね。あ、そうなの、マジ、うん、ちょっと楽しみにしてますっていうお話でした、うん、ということで今週も頑張ってまいりましょう。イエー、本格的に回し物では、うん、うん、情報番組じゃん、マジで。サイゲームスの番組だったの、うん、なんかプリコネ無双とかだったらちょっと買うかもしれない俺、ね、プリコネ無双はちょっと見たいな、ちょっとやりたいよね、プリコネ無双ちょっとやりたいよね、ユニオンバーストでボーンって、ね、ちょっと見たい、うん、それは見たい、楽しそうだよね、うん、嬉しそう、プリコネ無双出してほしいわ、うん、はい、というわけでやらない、本日行きましょう、次、はい、62ページ目今出さないと買わなくなっちゃうから、うん、はい、じゃあはい、タイトルコールですか、はい、お願いします、お願いします。はい、メモクロ郵便、ほいほい、ということでこのコーナーでは皆様からいただいたお便りを読んでいくコーナーとなっております。はいほい、はい、そして今週のテーマは、はい、ほい、何でしたっけ、ゴールデンウィークの思い出つって、うん、あ、何、いいよ、ゴールド何というわけで読んでいきましょう。ごめんな、かぶせちまって、本当に、うん、いや今もう突っ込んだら大やけどする、見えた、ま、目の前に大煙が見えた今、うん、キャンプファイヤーするか、ね、キャンプファイヤーに今突っ込もうとしてたから、ね、危ない見えたよ、どうしてこうなったってコメント流れちゃうからね、うん、やっぱ
だいぶ分かりづれボケだからこれ拾わなくていいです、はい、あのゆっくりのなんかだと分かるんだけど、うん、これであのちゃんとあの、うん、そこのあの動画だよなみたいな感じになった人はすげえよっていう話ですね、うん、これは、はい、そう、はい、どこの配信者か分からない、うん、やばい、ミルク足んないかもいやでも今日はねマルグリちゃんがキレてるから俺ね楽しい、ちょっと、うん、ああそう、久々になんか変なこと言える、そう、うんうん、じゃあ私から行こうかな今日、はい、いいですか、はい、いいですか、はい、いきます、はい、クレノアの皆さん、クレトモの皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、妖精さんと申します、妖精さん、一緒ですね、妖精さん、はい、一緒ですね、うん、一緒ですか、うん、一緒です、おお、今回募集のお便りが GW の思い出ということですが、はい、うん、自分は歴史に存在を残してきたということですかね、何の話をしてんだ、なんだまあいいや、どういうこと、聞くわ、うん、あ、大丈夫ですか、どういうことかと言いますと、東京オリンピックの聖火リレーでランナーさんが地元を通る際に盛り上げということで地元の太鼓チームから団体で和太鼓の演奏をさせてもらいました、おお、すごい、うん、おすごい、数年ぶりに自分の身長の倍ある大太鼓を人前で叩くことになって緊張も緊張でしたが、なんとかやりきることができました、この演奏は資料として100年ほど残るかもと言われて、ひえこの炎は人間界の炎ではないといった感じです、そんなこと書いてねえよ、うん、あ、ごめん、ヒエの話しちゃった、ヒエじゃねえ、ヒエイだわ、ヒエじゃねえんだよ、伸ばし棒だろ、よく見ろよと、まあこんな感じで和太鼓をやっているのですが、うん、今年で始めてから10年経ちました、あー、もう完全に重鎮だね、それは、うん、重鎮なの、ベテランだ、うん、そこでクレナーの皆さんに質問なのですが、うん、長いこと続けていたら何か記憶に強く残る出来事等ありましたら教えていただけると幸いです、はい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 、バームクーヘン長文乱文失礼しました、これからも応援しますということで、はい、ありがとうございます、二重丸ね、うん、バームクーヘンじゃねえだろ、はい、え、なんか普通にすごいっす ねすごい、うん、すごいです、最高やってて、うん、10年って長いねねえ、うん、10年も続けたことないよ、人として生きてるぐらい、もう何もねえな、10年なんて続けたこと、そう、20年後のドキュメンタリー番組とかで取り上げられますからね、この資料が、うん、うん、うん、いいな、うん、でも太鼓叩きて、俺も太鼓叩きたい、太鼓楽しそう、うん、なんかそんな軽いなりで楽しそうって言って、ダンとかダンとかダンとか叩いていいもんじゃないのかもしれないけど、うん、うんうん、まあ、でかい和太鼓はちょっと憧れるとこあった、ね、いや、いいよね、なんか入り口が分かんなかったんだよ、和太鼓って、うんうん、確かに確かに、あ、二の腕終わりますよ、うん、終わりそうでも終わりそうだよ、うん、終わりを迎えて、反動がすごそうだもん、うん、あんなダンスじゃん、もはや、うん、うん、まあそうね、そうだよ、どこを入り口とすればよかったんだろうってね、すごい思うことがあるよね、和太鼓って、確かにね、うん、まあでもなんかさ、お祭りのさ、なんかお囃子とかさ、あるじゃん、ああいうのでなんかさ、やってる人とかおるやんか、なんか小学校でもなかった、うん、お囃子クラブみたいなさ、なんかお囃子クラブはなかったな、あ、ない、ね、なかったな、鬼やっこクラブ、なんで、鬼やっこクラブ、鬼やっこではないね、鬼やっこクラブ、鬼やっこクラブめちゃめちゃ限定的すぎんさ、え、あったよね、ほら、ある人はあるよ、ほら、あ、でもな、待って、なんか、え、なに、結構みんな、なに、和太鼓の、なに、経験豊富じゃね、なんかみんな、コメント、あ、わせや、でも、そんなんでいいんだったら和太鼓叩いてたね、あ、叩いてたんだ、へー、うん、和太鼓、うん、和太鼓、触れたことね、いや、俺もない、え、あのさ、あの音楽会の時にやるドーンドーンドーンじゃないのっていうレベル、ドーンドーンドーン、え、何ですか、ドーンドーン、バカでーす、だってさ、なんか、え、小学校の子も安田大サークス、ね、うん、小学校の子叩いてたさ、もう友達は背中じゃね、普通にね、いじめか、いやいや、いじめっ子じゃねえかいや、やんなかった、もみじ、それいじめっ子じゃねえか、もみじやったでしょ、めっちゃね、もみじはうちはやんなかったな、あ、マジか、あー、うん、もみじね、うん、もみじは肩パンで代用されてたなるほど、代用、叩くっつったら何、嫌いな配信者とか、いや叩くな、うん、闇の配信やめとけ和太鼓だけにしとけ、ね、叩くのは和太鼓だけにしとけ、確かにね、うんうん、みんなもね、いいね、今度使おう、
今度からそうリスナーさんも使ったらいいと思いますよ。おいおいやめとけって、叩くのは話題だけにしとき本当に面白いじゃん。いや面白いんだけど、どこで使うの。ああえどこで叩くの。だったらあれなんじゃないのね、い叩くんならあの和太鼓と嫌いな配信者だけにしとけの方が面白いんじゃない。もうね、いやなるほどね。俺はあのやっぱ嫌いな配信者叩くこと斡旋していこうかなみたいなね。うん、斡旋者なんだ。紹介紹介されちゃった。さてお嫌いな活動者叩く仕事がある。さておめえアンチだなっつって、うん、ちょっといいね。なんかそのなんかツッコミの感じがフットの後藤さんみたいな感じで今ちょっと好きだったねえ。うふあの横から来る感じ。いやいいね。ただまあ10年続けたことでしょ。10年続けたことじゃなくて、長く続けて、あ、はい、思い出、うん、なんかある。ね、僕ね、ちっちゃい頃からあのあるんですよ実は。おあ、そうじゃん。え、そうじゃん。あのけん玉だと思ったでしょ。え、違うんか。え、絶対違うでしょ。けん玉はね、実は別に1年とか2年とか、うん、絶対違 う, う、ね、長くすぎ。あれじゃない、あのサッカーじゃない、サッカー、うん、え、お前今まで誰と話したの。一回でも言ったことがあるからサッカー。あれあれ、なんだったら野球だわ。あれサッカーじゃん。え、シルちゃん、あの話じゃね、あれだよね、シャケミーの10年。いや、あれだよね、あれでしょ。どれ どれじゃ当ててみ、当ててみよ、うん、え、ぬ川の主釣り。川の主釣り、うん、行ったことあるか今まで。お前が今まで話してたシャキミじゃねえ。あれ川の主じゃ。マルグリちゃん、あれじゃね。え、あれあれか、うん、あれでマルグリちゃん、ほら、なんだなんだ、分かった。お前、俺に今日ツッコミさせてほしいのかボケ倒してほしいのかどっちなんだよ。で、なんなんだい、うん、で、あー、僕ですか、なんなんだい、うん、僕はね、本当に実は若干コンプレックスがあって、うん、鼻が低かったの、うん、小学校低学年、うん、鼻が低かったのね、うんうんうん、だからなんか鼻をつまんでれば鼻高くなんじゃねえかっていう思ってて、実はずっとその鼻の軟骨あたりをグッてね、人差し指と親指で暇があったらつまんでたの。そしたら今こう分かったんだけど、それめちゃめちゃいいらしくて、いや、うん、同じことやってんだよな俺と。やってね、びっくりするわ、そこまで同じね。俺もそれだったら、あの、未だに10年以上続けとるし、もう二十何年経つ。あ、ほらほら、そうでしょ。やべ。これ軟骨つまむのはその形状記憶で、うん、本当に高くなるから、そうなるんだよね、そう、本当にいいっていう、そう、海賊パな、うん、やろういいらしいの。全然今からでもできる、うん、できると思う。本当、いや、だからさ、そう、俺のやっぱこう小学校のあのね、デブの写真見ると鼻めっちゃ低いやん、あれね。ああ、まあ、あ、そう、あれもこうずっと引っ張ってた結果、今ちょっと鼻高めないよ実は俺も。うん、へえ、でもずっと引っ張ってたの、いや、同じことやってんじゃん、プチ整形。それで言えば私もあるわ。何何、プチ整形みたいな、うん、そう、似たような感じであるわ。うん、ある。わしさん、あの指を、うん、朝起きたら内側に倒すのをずっとやってたの。指、おうおう、あの要は、第一第二第三関節からこうペタって倒すの、うん、はい、これをずっとやってて、どん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 柔らかくなって、多分僕の個人配信見に来てくれた方で、古い方は見たことあるかもしれないんですけど、うん、僕その指ペタってつくんですよ。あ、あの 手首じゃないけど、なんかの、あ、そう、手のひらが、あ、こういうあれだ、手のひらが完璧に2つに折れるんですよ、そういう方。そう、ちょっとカメラ配信頼むわ、ちょっと今度。うん、そうやな。ちょっと嫌そう。そうやんな。うん、それ最初つかなかったけど、ずっとこうグググってやったらつくようになったの。見たいな、それ。ちょっと頼むわ、ちょっと。うん、それ全然まあ、あとでね。うん、あとで頼むわ、じゃあ。うん、今日いや、後でな。あ、なるほどね、長く続けててか、うん、そっか、うん、なんかもうちょっと有意義なこと聞きたいんじゃないか、うん、なんだろう、うん、ある、なんか、あるあるあるわ、絶対あるんだよ、あるある。俺が印象に残ったのは、うん、
やっぱそのシャケミとはこうすごいやっぱ長く今一緒に活動してるやんか。あ、そうですね、うん、そうです、はい、すごい気づいたことがあるんだけど、なはい、なんでしょう、もうやっぱね、何でもこう最初ちょっとやっぱ否定してもなんかゴリ押すと何でもやってくれるっていう、うん、ね。ほぼもうなんか絶対なんか折れない心で、いやほん頼むよそれはやっぱさって、そのなんかね、そう嫌かもしんないけどちょっと頼むよ、今回だけだからとか言って、今回だけだよ本当につってやってくれんのやっぱ毎回、うん、おーおーおー、まあまあ、そう多分もう絶対今さ配信所とかで俺はもう絶対なんかケバブ食わねえっつってるけど、多分今度遊んだ時にゴリ押せば絶対食うみたいな、なんか、うん、いやー食っちゃうな多分、絶対食うんだよ、そうで何が面白いってやっぱ煽り方があって、シャケミに対してのこんなのも食えないのとか言うと、あー食ってやれよっていうこれ多分シャケとモルデアの同じ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 うん、ふざけんじゃねえよ。そうでやっぱそれで気づいた、気づいたんやけど、その俺はやっぱ自分が結構煽りの天才かなみたいなね、あ、煽るの、他に煽るの得意なんだなっていうのを気づいたし、やっぱシャケミとモルデオみたいなそういうのをやっぱ煽るのも好きなんだなっていうのに、うん、やっぱ長くやってて気づいたなっていう、うん、継続してやったことね、うん、継続してやった、うん、そう、変な、なんで、うん、なんじゃそりゃ。じゃあ分かった、次なんかこれやってよって言われたら固い決意を持って断る。絶対断んねえよ、うん、絶対断んねえから、うん、見てろよ、うん、もうすでに乗り換え、うん、無理無理無理、今に見てる、うん、今に見てる、うん、今に見てるかな。じゃあ次は絶対断ってやるぜ、うん、見てろよ、うん、マルグリちゃんは、いやなんかさ、もうここまで誰も出さなかったからあれだけどさ、うん、僕ら今ここでこういうことやってること自体がもう長くやってること、そうですよね、だから本当だったら活動していて何かなんか思い出ありますかに近い質問だったんかな、あ活動より長く海賊っ放してるからな、あそれ足が先だな、確かにな、海賊っ放はまあしそうだと思う、海賊っ放は長いと、うん、そうね、活動してってなんか印象に残る、うん、あ僕はでもその髪の毛前髪が大嫌いでちょんまげしてて、うん、浮くようになっちゃったとかかな、おろけなくなっちゃった、もう、まあ、後に戻れなくなったみたいな、これみんなあるあるかし、あるあるじゃないと思うんだけど、うん、ディアトモが鮭っていうようになったよ、あディアトモにまでもう鮭って呼ばれる、それはないな、でも俺は、うん、え、それさ、リアともほとんど知ってるってこと？知ってるよ。え、だってライブ見に来てたもんね、友達たち、うん、ね、もう無理よ、あんな何人かにも知られればもう、うん、そう、うん、めちゃめちゃおもろかったよ、一瞬で知り渡り、シャケミのさ、ワンマンめっちゃ面白いな、やっぱお客さんの前で、うん、ゲストたちも呼んでるんだけど、そのリアともたちがめっちゃ後ろの方にいるんだけどさ、ね、うん、で、うん、後ろの方のすげえのぶとい声のやつらの感性がさ、あー、うん、シャケーとか言ってさ、ね、なんだこいつらっつって、おい、うるせえ身内どもっつってさ、ね、ノリが海外くせんだよ、そう、あれ面白かった、すごい、うん、女の子ーすわーミュージーすわー、うん、あれすごい面白かった、いやすげえって思って、そう、うん、いいなって思ってよ、でもあれはすごい、いやーいいいいよね、うん、いい関係値だなっていう、すげえな、うん、で終わった後さ、なんかそのいっぱいそのシャケミの身内の友達たちがさ集団でなんか10人くらいいたんじゃないあれ多分ね、10人ぐらい集まっててさ、うん、で終わったらさ、あーとか言って、スタンちゃんお疲れ様ですって、いや誰誰みたいなさお前らリアルに生きてる人間だし、俺誰なんだよスタンちゃんって、もうなんか何何みたいなさねでさ、なんかその友達たちも何気おもろいのがさ、なんか何々ですとか言ってネットの名前があんのよ、なんかネット名前がある、そうなんだこいつらみたいなさネット名前があるんです、そうすげえおもろかったんだよねそれが、うん、ねえ、だいぶフレンドリー、そう活動してるやつはまあ分かるんだけど、そのリア友の中で、うんうんうん、そうじゃないやつもさ普通にバレてるの面白いな、うん、普通にバレたね、いやおもろかったでも普通にバレたね、うん、いやいいよね、いい関係値築けてんなってすごい思ったわ、でも、うん、全然会ってないけどね最近、ああまあしょうがない、このご時世だからね、うん、本当に全然会ってないけど、うんうん、
まあ仕方ないそれはね、うん、はい、まあ、それはバレたの、なんか成り行きでそういう話になったの。いや自分から言ったつもりはないよ。ああもうバレてたって感じ。バレてたって感じ。あまあいいやと思って。まあまあまあね、もうしょうがないもうしょうがないっつって。まあせやな、だけど、うん、うん、いやでもいいですね。みんなはないよね確かに。これあでもあっちライブ見に来てくれてるよ。あそうなんだ。あ本当そうなんだ。ただ本名で呼んでくるからちょっとあんまりこのエクストは話せないけどなるほどね、あの大体そうか、そうだよ、うん、うん、そうだから鮭見て呼ぶようになったみたいなそういう感じのはないわ。逆にうち家族がみんなシルくんだ変なの。そうなんだめちゃめちゃ AB 逆にあのリスナーさんに言ってみんなに言ってないんだけど、うん、うちあの例えばそのお風呂場の前に脱衣所の前に下着とか入れとく、引き出しがあるの、うんうんうん、で家族全員同じところにあって、うん、引き出しごとに名前をシールで貼ってあるんだけど、うん、母で妹2人名前それぞれ名前名前書いてあって、うんうんうん、僕足のとこだけシルくんって書いてあるシルくん引き出しに肉親から名前変えられるの結構すごい。いやーやだな俺ね、うん、もうやだなそれは。やだな、母親にスタンちゃんとか呼ばれるの絶対やだわ、ね、いやでも今この中で一番可能性あるのは筆頭じゃん。いやまあそうなんだよ、なんか AB 型っぽいなって思ったよ俺それ聞いて今、うんうんスタママ来てたらさ多分採用っつってさ。いやうぜえよ普通に俺仕方し始めるよ多分絶対か会話しねえわもうそしたら、うん、まあそんな感じでございます。そんな感じでございますね、はい、まあまあまあおもろいな、うん、でもはいね、はい、じゃあ次行こうか。次行きましょうか。どうぞ。じゃあマルグリちゃんかな、うんうん、オッケー。じゃあペンネーム生きたぶどう石さんかな、合ってるかな、うん、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。クレトモの皆さん、じゃあ、クレノアの皆さん、クレトモの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。メモクロ毎週楽しみにしています。ありがとうございます。あなたのゴールデンウィークの思い出とのことですが、うん、ここ数年は寝て過ごす以外ないので、私が小学生の時の思い出を送ります。いいよ、いいよ、俺そういうの待ってたよ。うん。ゴールデンウィークが始まる数日前、うん、クラスの女子数人が何かを話しているので会話に混ざると、ゴールデンウィーク中に誕生日を迎える A ちゃんにサプライズで誕生日パーティーをするらしく、うん、流れで私もそこに参加することになりました。なるほど。順当に準備を進め迎えた当日、計画通りにサプライズは大成功、うん、A ちゃんもとても喜んでくれて盛り上がったのですが、うん、A ちゃんにプレゼントを渡していると、何やらみんなが私にもプレゼントがあると言い、プレゼントを渡されました。おや、実は私自身もゴールデンウィーク中に誕生日を迎えるので、当初の予定では A ちゃんと私を一緒に祝うつもりだったけど、話を聞かれたので企画側に回したという衝撃の事実を明かされました。こんなことあるとゲラゲラ笑ったのを覚えています、うん、A ちゃんへのサプライズは成功したので良かったものの、しばらくしてあの時会話に入んなければと申し訳ない気持ちになりました、うん、企画破壊神になりたくないので本臨在サプライズはごめんです。それでも楽しかったといい話にしたいところですが、もう何年も前のことなので、あの日みんなで作ったケーキの味は忘れました。さよなら思い出いいねこの人ね、書き方が、ね、さよなら。私が言いたいのは、サプライズの計画は教室でするなということです。会期練習みたいだな。今回私がミキさんだねこれ。CV ミキ新一郎さんやこれ。長文乱文失礼しました。ここまで話を読んでくださってありがとうございます。これからのクレガノアの皆様の活動を応援していますと。ありがとうございます。ありがとうございます。へえ、でもいいねこれ。うん、休み中に誕生日を迎えるというのはね、うん、祝ってもらえませんから、ね、そうなんだよね。ゴールデンウィーク中ってやっぱよっぽど仲良くないとそんな企画なんてさ、そうなんだよな、やっぱされないと思うし、うん、で俺とかやっぱ夏休みに誕生日迎えるタイプだったから、はいはい、友達とそんなことをするなんてことも1ミリもないわけよ昔からもう、うん、うん、で今までだからその誕生日なんていうのを祝われるのはやっぱその活動を始めてなんかライブが被ったみたいな時にやっと経験したかなみたいなとこあるわ。でもそれね、ライブの最中にあの言われるあれな、そう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 、あれみんなようやるよね。うん、
バレないように。そうなんだ、シルちゃん大号泣した。めっちゃ噛み締めるやん、うん、いやいや、そう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 。だからまあ僕はだからその誕生日、あのメンバーに誕生日の人がいると、うん、その人にバレないようにその祝う側で何回もこうやらせてもらってたんですよ、ずっと、うん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 、なんですけど、まあ、ある日突然自分が祝われる側になった時に本当にそれまでみんながコソコソしてることに全く気づかないっていうね。あれマジでびっくりした、本当に。うまいよね、でもやっぱ、うん、うまい、みんな上手、うん、上手、パチパチパチ、あの、うん、ゆっくりの拍手出ちゃうもん、あの執事とかがやるやつあれ出ちゃうもん、うん、一回さ、うん、なんかライブもう覚えてんだけど2017年16年くらいなんだけど、うん、誕生日の近くにライブがあって、うん、まあなんか祝われる予定だったんだよね、うん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 、でまあみんな隠してるのよ、うん、みんな隠してんだけどライブハウスの人がすいませんケーキどこに置けばいいですかってめっちゃ楽屋で大きな声でやってもうどんな顔して僕は楽屋にいればいいのか全然わからなくなっちゃった、うん、バレるやつね、バレるやつか、あーみたいな、あなんかいやで、あ逆に困るよ、うん、逆に困っちゃう、そうだよね、うん、まあまあでも用意されてるだけいいやん、うん、用意されねえみたいなこともあるからさ、やっぱね、うん、用意されねえみたいなことも全然あるからさ、やっぱさ、うんね、あれ、うん、なんかあったんですか、あーありましたけど、まあいいや、詳しくは語らないでおきましょう、はいね、うん、噛み締めるやん、うんまあはい。お、なんだなんだなんだ。まあ、うん、あった、はい。なんだなんだなんだ。まあその説に関してはまあ本当にね申し訳はなかったけど。まあそれはでもまあいいや。これは話は後でしましょう。うん、そうだね。うん、しなくてもいいけど。うん、はい。まあしょうがなかったから。まあね。うん。はい、丸のいちゃんとかライブにほぼ出んからやっぱないよな、そういうのが、うん、ライブとかはないな俺は、うん、祝う側やないつも、うんうんうん、しかも6月にライブしねえ、あないよね、確か6月ってライブが6月はなかなかね、うん、え丸グリちゃん6月、うん、はい、うん、そうだよ、マイクケーブル買ってからもう1年経つの、うん、そうだよマジあの6月の誕生日プレゼントでマイクケーブル2本あって、まだ1本目だ、2本あげましたから、うん、またじゃあ次何色のマイクケーブルがいいマイクケーブルマニアサウンドハウスね通販会社、うん、そんなに使わねえよ、うん、そんな消耗いいんじゃないだろう言うても、ね、めちゃめちゃ今もね現役で壊れる素振りなく使えてるけどね、うん、ああそうなんだったらそう、うん、家の人間で使うマイクケーブルはそんなすぐ壊れんぜ本当、うん、うん、確かにスタジオはねやっぱ抜いたりさしたりあるからあれだけど、うんうん、来月あれですね、マルグリ王ですね、あらそうだね、ぴったし、ちょうど初なのか、初だね、あのスタンガン王から、スタンガン王からさ、そうマルグリ王はなかったからさなかった、確かに、なるほど、マルグリ王がやってる、初じゃん、実はそう、実は一番最後なの、みんな予習しとこうね、いや予習したところでわかんねえよ、うん、ああマジでつかみどころねえから本当に、うん、問題の出し方キモそうだもん、いや絶対キモいでしょやめろやめろやめろ、誰も人のこと言えねえからやめなさいよ、問題に対して質問しちゃう未来見えたもんなんか、うん、これそういうことどういうこと、うん、どういうことあーごめんごめん、これはちょっと質問が悪かったわみたいなこと言うかもねだってもうなんだったらマルグリちゃんマルグリを釣ってんのに馬の問題出してきそうやりそう全然お前の問題じゃねえじゃねえか全然あるわ、うん、なんかガチのなんか天然みたいなの出してきそうなんだよね、全然ありそうやめろやめろじゃあやんない、そういうのはないから大丈夫で、今大丈夫覚えたから、しっかりねマルグリオでね、うんうん、楽しみだけどねマジで、いや楽しみ楽しみ、うん、一番つかみどころねえからな、なんかなんだかんだ、うんうん、誰が勝てるかもわかんないけど、誰が勝てるかもわかんない、ちょっと難しいとこやなこれ、まあ、スタンちゃん強そうだけど、うん、まあ長くなるから ね、まあまあね、うんうん、いやー、はい、そっか、つくんだけど、うんうん、そんな感じかね、はい、そんな感じですかね、じゃあ次いきましょうかね、はい、はい、ありがとうございます、じゃあ私読みますね、はい、お願いします、はい、クレナーの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、おはようございます、月風モルと申します、
はい、はい、どうも、あ、こんばんは。はい、月ガセか、ごめんなさいね、うん、はい、ゴールデンウィークの思い出ということですが、私は飲食業なのでありがたいことにゴールデンウィークもお仕事させていただいていました。そんな、ありがたい、うん、そんな仕事中の出来事をお話ししたいと思います。はい、うん、私は現在職場を5月いっぱいで退職することが決まっているのですが、そんな中、うん、ゴールデンウィークも本当にいやいや出勤してました。うん、上ありがたいことにつってんのに、ありがたいことにつってんのに本音ただ漏れなんで、ふと客足が途絶え暇になった時です。店長、うん、辞める原因その1、ね、店長が今辞める原因その1と、はい、と、ね、私が退職する話になり、店長が、モル、なんで辞めるんだよ、辞めるなよ、とくだらないことを言い出したのです。そして次の瞬間、なんと驚くべきことに私の手首をつかみ、お、やめられないように固定しておく、離さないから、と言いながら、本当かよ、本当かよ、警察では、ほら、もう引き寄せておくと抜かし、私の手首を引っ張り、そのままずっと話をしてくるのです。おお、体感では3億年くらい手首を掴まれていました。無料空所、うん、多分実際は5分くらいです。5分でもやべえよ、気持ち悪いな、うん、そんなこんなで気持ち悪いどころの話ではなく、もはや鳥肌すら立ちませんでした。人って気持ち悪いの度が過ぎると鳥肌立たないんですねと、はい、ちなみにそんな気持ち悪い50代妻子持ちの白髪混じりのおじさん店長ですが、仕事ができなさすぎるため6月いっぱいで首が決定しているそうです。めでたしめでたし、おお、まさとし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 、クレナーの皆さんとリスナーの皆さんがこのような話さないから事件を体験しないで生きていけることを切に願っております。長々とありがとうございました、ということでありがとうございます。うわ、はい、いやー、やばいねこれ、うん、いや、いるんだね本当に、うん、なんやこれ、いるんだね、うん、いるんだね、いるんだね、こういうの、このなんていうんですか、ちょっと、うん、まあ、オブラートに包むとセクハラ親父、全然包んでねえな、うん、普通だ。この店長がもしも星野源だったら文章が変わってた可能性そうだね、やめろ、ね、やめろよ、本当にありがとうのとこがごちそうさまになったかもしれない、ごちそうさまになった、あの、仕事を辞めようとしたら星野源に腕を掴まれました、うん、もう離さないからっつって、そう、ね、ごちそうさまでした、やめろ、本当、そんな彼、そんな彼ですが今週結婚発表してなんで星野源の自分じゃない、そこちゃんと現実受け止めてんだ、そこはちゃんと受け止めていや、まあ人によりけりなんだろうね、でも、うん、まあね、確かに、まあ確かに、でもね、うん、え、だって、うん、50代妻子持ち白髪混じりのおじさん店長はちょっときついね、確かにね、まあ確かにね、いや、このセリフが良くない、やめられないように固定しておく、離さないから、うん、乙女芸やってんのか、うん、と言いながらほら、もう引き寄せておく、いや、なんやねんそれ、ねえ、グイなんやねんそれ、グイ、うん、いや、気持ち悪いね、今度の企画の罰ゲームはこれだな、やだよやだよ、うん、やだよ、やばいこれでも次の企画の俺だったわやったぜ、罰ゲームは決まりだなんでさ、このさ、あの職場の店長ってさ、うん、なんか悪いイメージあるんだろうね、なんかわしもその、うん、まあ、バイトをしてた時やっぱ店長しょうもない人で仕事できなくて、でその人もやっぱクビになったんだけど、うん、タイプ岩地面だったんだけど、岩地面岩かゴロニャか石すべてか石すべてだろ、どう考えても、うん、いらっしゃい、しげる、しげるって言うんだけど、ああこうまた ポケモンを擦ってくるね、どんどん、うん、しげるでタイプ岩地面だから、うん、そう、え、じゃあサイドン確定じゃん、サイドンだ、じゃあそうだ、確定じゃん、サイドンだ、そうだから水かけてあげてたわ、サイドンかサイドン水かけてあげてたわ、やばい、くだらねえ、マジマジでやばい何の話してる1ミリも生産性がねえ、ほんと水かけてやったよ、だからじゃねえよ、くだらねえ、マジどうしよう、何の話してんの、ずっと進める話よ、うん、いいんだよ、もう岩地面の水かけてやったとか、ね、うわ、でも話さないから事件なんてさ、そんなものやっぱなかなかそんな経験できなくない、うん、
これはなかなかないよ、うん、男はなくないよね、男はないね、そんで、うん、男はする、する側だったら分からんけど、うん、うん、いいな、でもあこれは本当に多分女性の方見てる方たくさんいるかと思いますけれども、うん、本当にねこの体験をしないで生きていることを切に願っておりますということなんで、皆さんも気をつけてください、本当に、うん、いや本当にいるからね、いやマジでね、あるよね全然、うん、まあ最近の菅田将暉さんの新曲の虹という歌詞に固く繋いで手を離さないからっていうね歌詞があるんで、うん、もしかしたら菅田将暉だったら許されてるから、まあ、許されるね、いや将暉、ね、だったら俺でも許す、将暉は許しちゃうかも、だから友達じゃねえだろお前誰なんだよ何なんだろうな、どの目線なの本当に、いやフランクスいるんだよな、いやこの間さ要はうん、あったじゃん星野源さんね、楽器結婚発表さ、あありましたね、あった時にさね、源ガッキー辛いことあったら相談乗るからなみたいなのツイートしてる活動者ね、ラジオ5、6人見たんだけど、お前ら誰やねん、誰なんだよ、どの目線なんだよお前らみたいな、辛くなったらいつでも連絡してこいよなんてさ、まず連絡が来るわけねえだろっつってね、うん、もうあの日はあらゆるネタツイが飛びかかって、そういやでも好きだった俺あれ、でも、うん、あれでもみんなやっぱ好きなんよね、絶対結婚発表あるとさああいうの来るやんか、うん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 、あるあるある、そうでやっぱそのあの黄金世代のさ女優たちの結婚やんか、やっぱ言ったらさ石原さとみさんとかね、うん、ああいうねもう戸田恵梨香さんとかああいうの中の、うんうん、そう株価が動くからね、そう、うん、あの辺結婚すると、うん、あの辺結婚、ね、スポンサーが多すぎて、うん、株価が動く、うん、でやっぱ今までさガッキーはやっぱ俺たちの最後の砦だっつってさね、うん、そうだったね、そうやっぱいっぱいこうねツイッターやっぱ結婚発表されるたびに入ってた人でね、うん、ラストの砦みたいなのあったら今度あのね俺たちの最後の砦だっつってあの吉岡里帆さん出てきてさね最後の砦いっぱい出てくる一生最後の砦じゃねえかよみたいな、うん、第2第3の、うん、最後の砦四天王がいるからね、そう、うんね、で次多分、まあ、仮に吉岡里帆さん結構しそうだね、本田翼さんとかね、うん、うん、そうだね、カンナちゃん、カンナちゃんとかね、うん、うん、もうその辺こういっぱい出てくるんだ、砦がどんどん一生砦がね、うん、そびえ立つ、ドゥン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 って、土屋太鳳ちゃんとかやっぱ、そうそうそう、一生砦あるんだろうなマジでっていう、うん、でやっぱまあねそういうあれで、うん、やっぱ悔しいって思う人がいっぱいいるんやろね、だから世間に。うん、でまあその悔しいって思う人の中に、まあ、一つちょっと面白い人がいてさ俺、うんうん、まあ、武井壮っていうね、うん、武井壮、はいはい、武井壮、うん、動物と戦う人、ね、うん、武井壮さんが配信やってたんよね、はい、うん、結婚発表しましたねっつってね、うんうん、星野源の倒し方教えてくださいっつってねそれはやばいね星野源、いや本当にさ星野源ね、確かガッキー倒したけどさつって、ガッキー倒したから始まるんで、まず話がね、うん、であの恋ダンスのさ指こうやってあるじゃんね、あるうん、指こうやってやってんじゃんか、あの指こうやってカッてあそうポコポキって折ってさつって頭掴んでこう膝へ、うん、そうそしたらもう頭カッて掴んで膝へこうやって膝入れればもう一発やん本当にね、全部、うん、一緒なの倒し方虎も一緒なの倒し方首つかんでこうっていうかさ武井さんまだそれやってんだやってんだよそう本当にね、でコメントも面白いよねマジで10年前ぐらいから同じことやってんの、うんそうでずっとやっててさ、なんかそんなあれで、なんかいや恋ダンス踊ってる時にさ、やっぱこうやってなんかさ手めっちゃ使ってんじゃん、脇腹に一発入れてあれで頭掴んで膝やとか言ってさ、もう同じことしか言ってなくて、いや、うん、でもさ、でもその噛みつく勢結構少なくないんだよ、いやそうなんかさ、そうなんだ、要はそのやっぱガッキーはさ最後の砦って言われてたけどさ、うん、ガッキーマジかよ、相手誰だよ、星野源何も言えねえよってやつがもう9割ぐらいっていう、もうあれはもう祝福だよ本当にもう何も言えねえよみたいな、うん、そうただただ悲しみに暮れるしかないっていう、うん、そうでもおもろかったな、絶対勝てないもん星野源も、うん、強すぎるね強すぎる、うん、一番お似合いだもん、そう、うん、でまあその後にそのガッキーの倒し方も聞かれててね、ガッキーの倒し方、うん、でガッキーは俺は倒さないよっつってね、倒したの星野源だけなんだからさとか言ってさ、ね、下ネタじゃねえか、そう下ネタじゃねえ、でどうやったら倒せるんですかつって、いや倒す場合は俺が平正さんになるしかないよとかわけわかんないこと言って、ね、どういうことや、うん、もう何この地獄みたいな放送って思って、ね、うん、すごい面白かった、
俺はもう脳みそが壊れた人がガッキーと星野源結婚か手ぐらいもう繋いだのかなってツイートが一番面白い。バカ野郎しかいねえな本当に。もう手は繋いだのかなって、うん、あのリプライ最悪だったから、リプライ下ネタしか出てなかったから。いやすごかったよでも。だってまずそのガッキーねのね星野源結婚のさあのツイートあったじゃん星野源さんね、うん、あれの一番上に来てたやつ、あの天が公式だったからね、うん、ああ、配信で言ってたね。そう天が公式が一番上に来てた、うん、いいねもなんか何万いいねついててね、すごかったなっていう、うん、まあなんでね、お二方。使わなくてええやろ。うん。やめろよ。はい、お二方ね。はい、結婚おめでとうございます。ということで、はい、次行きましょう。はい。行きましょう。何の話してたんだっけ？わかんない、もう俺にも。気をつけてね。はい。気をつけてねって話やね。はい。ということで、じゃあ次のお便りを読ませていただきます。はい、お願いします。お願いします。クレノアの皆さん、クレトモの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お疲れ様ですということで、お疲れ様さんからいただきました。あ、名前、うん、名前ね、お疲れ様さん。はい。私のゴールデンウィークの思い出はライブを見に東京に遠征したことです。おお、はい、お私の好きなアーティストさんのグループ結成日が5月5日で、うん、お結成日にライブをすると聞いてドキドキしながら新幹線に乗りました、うん。新幹線に乗ったのは修学旅行以来だし、一人で旅行するのは初めてでした。あ、いいね、うん、東京に着くまでの時間の潰し方が分からなくて、うん、DS と PSP と漫画を何冊もカバンに入れそわそわしながら席に座ってたんですが、ツイッターを見ているうちに東京駅に着いてしまって慌てて降りたのを覚えています。あ、なるほど、びっくりした。最近だと思ったらあれね、結構前だね、はい、前DS と PSP って今なった、ちょっと、うん、なるほどね、うん。今かもしれない、うん、今かもしれない、いまだにやってるかもしれない。その後のホテルに泊まることも初めてだったし、うん、ライブが始まるまでずっとドキドキしててこの時間がずっと続けばいいのになと思ってましたが、うん、帰りのバスはライブの疲れからか地元に着くまで爆睡していました、うん、クレノアの皆さんは旅行した時の思い出って何かありますか？また一人で旅行したことはありますか？ということですね。ありがとうございました。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、旅行ね、はい、うん、まあでもなんかこの人すごいドキドキしてたんだろうねその時は、うん、ね、もうちょっとあの、ね、なんかライブの内容が来るかと思ったら1ミリもライブの内容がなくて結構好き俺、うん、ちょっともう DS と PSP 何刺してたのか気になっちゃう、ね、確かに何のゲームやってたのか何の漫画読んでたのかもちょっと気になる。何だろうな、何だろうな、すごくない？新幹線ホテルってもう行っちゃうの面白くない、うん、新幹線ホテルねで帰るっていう、うん、もうライブがライブどうした、ライブがない、うんうん、何のソフトか、ディシディアかな、ディシディア、ディシディア、いやでもポケモンファイナルファンタジーファイナル FF のディシディアかな、あー DS、 うん、DS かな、なんだろうね、アナザーコードかな、 DS はなんだ、アナザーコード一番初期だ、一番初期だ、絶対ゴルベーザ使ってたでしょ、うん、ゴルベーザ、ゴルベーザ使ってたと思うよこれは、セシルの兄いや懐かしいな、あ旅行した時の思い出ってことですけど、まあ、うん、僕そんなに旅行って行ったことなくてですね、うんうん、まあ、唯一ある思い出は本当にスタンちゃんと京都行ったことぐらいですかね。あ楽しかったね、うん、あれはマジで楽しかった、うん、めっちゃ雨降られたのもいい思い出だよね、うん、あれもはや、うん、めっちゃ雨降られたし、うん、うん、ほんとそんぐらいかな、すごいねあれは、その一人旅みたいなの行ってみたいなとは思うんですけど、ね、行ってみたい気持ちあるけど、なんかでもやっぱ誰かと行くのが楽しいのよね、うん、結局そういうのって、うんうんうん、うん、ああ、ね、僕はありますよ旅行、あるんだ、うん、旅行の思い出、これねツイートも前したんだけど、うん、北海道に、はい、旅行に行った時に、うん、あのね動物園があるんだけど、うん、あのノースサファリ札幌っていうね、うんうん、動物園があって、うん、これねあの、みんな、あ、そうそうそう、プラプラプラペピッと、よし、あのみんな行く機会があったらねちょっと行ってみてほしいんですけど、うん、動物が放し飼いになってる動物園なの、なんかあれだよね、キリンとかさハイエナとかおるよね、なんか、あ、いる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 、行ったことある俺そこ、あんだ、ある、すごい、何があっても責任負わないよって書いてあるの、そう、入り口に、ね、入ってさ、なんかまあ普通に放し飼いされてんだけど、本当に危険動物とかはまあ檻の中にいたりするんだけど、うんうん、まあちっちゃな動物とかは外にいるわけ、うんうんうん、なんかね鳥のゾーンがあって、うん、でみんな大橋っていう鳥知ってる、う
あ、わかるよ、歯が長いやつね、あーその唇が超でかいやつ、うんうん、ポケモンで言うとドデカバシ。写真見せりゃすぐわかるだろうな。あ、写真わかる。鬼大橋でしょ、ね、そう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 、かわいいんだよ、ね、すっごい唇でっかい、うんうん、かわいいんだよ、任して、これ動物は一瞬でわかるからね、うんうん、これかな、大橋、これ見せられるか、これで、あ、違う、ね、ディスコの画面だ、これじゃなくて、それ、ね、写真で見るとすごいね、目が丸くてつぶらな瞳をしていて、とても可愛い鳥なんですけど、うん、まあ話しがいなんですよ、普通に。はい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 、はい、で、そのレベルでも、もう床とかてん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 歩いてるわけ、あ、可愛いねって思ってたんだけど、うん、もう普通に看板に書いてあるわけ、大橋の口は人の骨を砕きますって。おふざけんなよと思って。これだね、これ、うん、ほら、どう見えれた、めちゃめちゃ人の指を折りますみたいな、うん、まあ、はいはいはい、なんか見たことあるかも、うん、なんかやっぱドデカバシ、そうそう、マジでドデカバシ、これやね、これマジで餌をあげる要領であんまりこう手近づけないでねみたいな書いたんだけど、うん、普通なんか結構人懐っこいのか、まあ人に慣れてんのか分かんないんだけど、その鳥の部屋から出ようとした時に、うん、もう 100% ドアに突っ込んでくんの、うん、飛びながら、はいはいはい、もうね、投げよ、完全に来たことがあって、うんうんうん、くちばしが、うん、本当に俺失明するかと思った。怖いね、うん、マジで失明するかと思った、怖、うん、結構でかいの、ほんで画面よ、画面、あ、できんだよ画面、せめて横に伸ばしてくれ、ぴったりはめるなよ、え、おい、ぴったりはめんな、誰が大橋じゃん。誰が大橋じゃん、見てるんじゃないの、へこちん。大橋彩香。大橋彩香。誰がウォッカじゃん。あ、はい、わあ、ウォッカだ。悟空だそれ。ウォッカこんなんじゃなかったっけ。いや、こんなん、そんなん、そんなん。間違ってない。うん、ウォッカだ、うん。間違ってね。いや、おもろいな。そっか、気をつけるわ、ちょっと戦、うん、すごいね、ね、まあ、俺の、まあ、旅行の思い出はもう本当にね、はい、あのクズと一緒に行った旅行なんだけど、クズ、ね、うん、うん、クズっていうのはあの宮迫さんと山口さん、いや違う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 違もう伝わらねえよそれ、すげえんだよそれ、君の声が聞きたいからじゃないんだよ、名曲やな、うん、違う違う違う、あ、ごめん、あのお仲間たちね、そう仲間よ、本当にそう、マルグリちゃん、うん、俺、おさらっとクズ呼ばれてんぞ、クズ入れられてんぞ、マルグリちゃん、大丈夫だ、ちょっと待って、ねえ、クズでしょ、ねクズめ、うん、確かにさ、俺クズって言われたらなんか俺入ってんなっていう自覚はあったけどさ、でしょ、あるでしょ、ほらね、改めて呼ばれるとさ、いやちげえだろ、俺別枠だろみたいなさ。じゃあどれがいい、クズとカスとゴミどれがいい、うん、いやクズかな、うん、じゃあクズでクズでしょ、じゃあまあ、じゃあクズポジションで丸ぐりね、じゃんね、じゃあ、うん、で俺がカスのポジションじゃんね、であとあのまあゴミが坂とタテくんハンプティね、うん、まあ俺この5人で あの、はい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 、海に行ったことがあるのよ、何を思ったのかね、 あ、はいはい、あれすげえさおもろかったんだけど、うん、民宿みたいなとこに泊まったんよ、うん、うん、民宿っていうかマンションマンションだよね、あれなんかなんだあれね、うん、マンションだったマンションだったね、あれね、やばかったよね本当に、うん、事前に撮ってたんじゃない、事前撮ってたんだよ、そうホテルみたいななんかあれだと思って泊まったらマンションだったんだよ、マンション、うん、だってマンション入るじゃん、入ったら全部畳なのよ床が、うん、全部畳なの、うん、すごかったよね、あれなんか、そうで珍しい、うん、廊下、うん、普通に廊下は普通にただのマンションなんだよ、うん、トイレもあるし洗濯機もあるしみたいな、うん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 、洗面所みたいなのあるけど、その要するにフロアが全部畳だった、うん、そうっていう旅行に行って、すごいね、まずあのもう海に入らない誰もね入らない、入らなそう、うん、入らない、 でも坂戸だけは入るんだよ、うん、一人で、うん、一人で入るんだ、そうで他の人は足だけみたいなね、俺に関しては足すらも入らないっていう、うん、俺も確かずっと砂浜でゲームしてた、そうなんだおい、うん、絵に描いたよ、何しに来たんでこいつらみたいな、海なんか行く必要ないだろうっていう、うん、あれで、うんうん、いやでもなんだろう、その海であの
外人のすげえマッチョの人たちがさ、うん、オイル塗り合ってて2人でね、おお、うん、男2人でオイル塗り合って、男2人が多い、もう入れ墨の入ったムキムキのマッチョやったんやけど、うん、うほ、うん、そうで、あのハンプティと一緒にさ、やべえボルボがいるよとか言ってさね、こち亀、ボルボ、こち亀か2人ボルボ、うん、そう2人ともボルボ2人ボルボやばいなボルボ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 でお送りしてるわけだよ、うん、っていう、まあまあ、それしか覚えていないんだけどさ、もう、ね、どうもいい思い出がいやいやいや、ちゃんとさ縦組んで車に乗ってさドライブしたりしてるのにさ、覚えてない、もっといい旅行しろよ、それはもう覚えてない、ほんと海のボルボしか覚えてなくて、あとマルグリちゃんが途中でお腹壊して帰ったっていうことしかもうそう、もっといい旅行しろよ、そうそう、海入ってさボルボルじゃん、もう、うん、ボルボルボルでボルグレート、うん、マジ最高の旅行だったからもう一回行きてえなって感じ、うん、えね、スノボ行きたい、あ、わかる、いやスノボか、スノボか、来てマジ、スノボ行きたい、スノボ行くしかないでしょ、うん、スノボやりたい、スノボ、そう、 AB 型ってなんかスノボにさ経験があるやつが多くてさ、うん、そんなことはないだろ、別に偏見だろ確実に、まあいいや AB 型、いいよ聞くよ、うん、いやまあ、うん、だってね、シルとかね、うん、行ってるっていう話だし、スタちゃんもね、うん、一時期毎年行ってた、毎年行ったね俺も、うん、あ、はいはい、そう、うん、私も毎年行ってたでしょ、うん、でもシャケミは行ってないでしょ、うんうん、3回ぐらい行ったことある、あ、行ったことあるのか、ある、じゃあ偏、じゃあ偏見かもしれない、いや偏見だよ普通に、じゃあじゃねえんだよ普通に偏見だよそれ、誰が聞いたって偏見だわ血液型で食っちゃダメじゃん、うんうん、すげえな、うん、スノボか、そうスノボ、あれさ高所恐怖症だからさ、 あるじゃんリフト、リフト、あ、うん、リフトは怖いよ、あれが怖いんだよ、だから徒歩で登るんよ、いやそれはおかしいだろ、どこのスキー場なの、待ってね、どこのスキー場やそれ、ね、栃木、え、イエティじゃないの、イエティ、イエティみんなに言いたいけどイエティマジで行かない方がいいぞ、何イエティって、イエティ、イエティって滑る場所があんの、おう、おう、うん、あのね、もうあの床がもう氷なのいや痛そう転んだら、あのパウダースノーじゃないのよ、うん、氷マジで氷、うん、ちょっとふわっとしてる氷、マジで手ついたら普通に折れる、手がいいな、うん、いいなって何、もう転ばない人はいいけど、うん、初心者行っちゃダメ、めっちゃなんか早く滑れそうじゃない、でも、ああ、まあそうかも、そうかも、うん、そうかもしれない、いいな、で今俺でも人めっちゃ滑れなさそうな気するな、いやもうなんだかんだ一回滑れちゃってる人はいけるかな、うん、いやでももうみんなで足並み揃えてよ、もう今から行くってなったら、あーそうだよね、絶対あれだよね、みんな最初あのこの葉滑りになるよ絶対、そうよ、まだこの葉滑りなんだよな、あ、まだそうなんだ、うん、あれができないよ、あれむず、ね、怖いよね最初、そうそうそう、え、この葉滑りって何、うん、なんつったらいいのかな、最初このハスベリっていうのは、代々、その火の国ミゼルトいろいろあって、そう、この葉に伝わる滑り方なんだけど、うん、そう、あのボードね、ボード立つ時ってまず横向きにせんといけないのよ、ボードをボードを横向きにする、そう、ちゃんと解説してくれてガチ解説とね、この葉が混じってる、 やめとこう、終わったらにするわこの話は、うん、ちゃんと終わったらにしとくわ、はい、まあ、そうね、葉はできるけど、うん、逆がむずい、逆しようとするとスピードが倍ぐらいになるんだよね、あれでしょ、まっすぐにした時はやっぱスピード出るから怖いよね、シャーンってこう、うん、うわーって言ってこの葉、あのね、クレヨンしんちゃんでしか見たことない滑ってる滑り方、まあ、松坂先生がね、うん、あの私上級者だからあんたたちと違って滑れるわよみたいな感じで行って上級者コース行かされて初級者コース選べんのに自分そんなこと言っちゃったもんだから上級者コース行かざるを得なくて、うん、でそこで滑り方はまずは8の字に板を傾けてみたいな、あ、そう、うん、で間違ってないよ、でもそれで、うん、ブレーキ、そう、それ見て、うん、あ、そういう風に滑るんだっていうのを俺は4歳ぐらいの時に経験した、4歳、なる、経験したって言うなよ、ね、もうちょっと後だろさすがに、うん、いやいやいや、俺クレヨンしんちゃん1巻買ったのはマジで4歳ぐらいだから、
おう。待って、なんなの、漫画を読んで経験したっていうオチをつけたの今、うん、あ、そうすごいじゃん、うん、もういい、うん、だしそんな張り合うとこじゃねえよ別に、うん、はい、というわけでね、ちょっと落ち着いたら我々ね、スノーボードに行きますという話でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ締めてください。以上、メモクロ郵便でした。はいはい、いやー今日も喋ったな。喋ったわ。今日もたくさん喋ったよ、うん。ありがとうございました。うん、本当にたくさんね。お母さん、今日もいっぱい喋ったよって。今日もいっぱい喋っちゃったよ、うんうん。まあぶっちゃけた話、こういうことがなかったら口開かないからね。言ってしまったら。そうなんだ。結構貴重だからこういう。そうだ、ね、そう貴重なのよ。俺夜まで口開かないからね。うん。やっぱ、うんうん、スマブラが始まるまで口を開けないっていうね、うん、ガチでプロですか。昨日配信でもオンとオフの話したんですけど、オフの時もガチで喋んないよ。え、あ、そんな話したの？あのアフタートークみたいなんで喋ったんですけど、あ、俺もね、ちょうどそのメンバーのオンオフの話したわ。そういえば最近個人の枠で、あ、多分ね、それその話を受けてコメントで、あ、なるほどね、ヒルちゃんのオンオフのスイッチの話になって、うん、ああ、マジで、あの、音静かだよって話をして、あの、その、うん、要は会議の話のまんま配信撮ったらどうなるんですかって話をされた時に、うん、ね、絶対その配信これから撮るわって言ったらシルちゃんはあのガラガラ声になるって話をしてね。いやでもさ、うん、ライブとかでもそのリアルのライブとかでもそうだけどさ、うん、だって寝っ転がりながらボソボソ歌われてもさ困るでしょ。あ、すいません、やめときます、うん、ここにいるからな、ごめんなさい、なんか、はい、いや、じゃあ、さすがにおらんやろ、寝っ転がりながらえ、すいません、もう やめときます、じゃあ、そんな、あ、なんで、はい、気をつけます、はい、すいません、いやいやいや、いるんですよ、ここにも、まあ、そういうことやる人間が、ね、すいません、すごいじゃん、はい、特殊技能だよ、ごめんなさい、本当に、うん、この間あの休日のおじさんスタイルで配信してるっていうのをカメラで映したらあのめっちゃ爆笑されたっていう、ね、休日のおじさんスタイル、うん、なんかあのもう横向いてさ、あのなんでそんな体勢で喋ってるんですかとか言われてめっちゃあの笑われたんですけど、すいませんでした本当に。これからはちょっと起き上がってやることをちょっと意識したいと思います、うん、すみませんでした、はい、はい、うん、以上ですね、うん、はい、中技能ですからね、うん、はい、まあ、そんなわけでね、はい、この後は、オンオフが激しいシルバーナさんがね、オンの配信をしてくれるそうなので皆さんオンの配信が来るぞ、オンの配信、はい、ぜひ見に行ってあげてください。はい、濁点がいっぱい聞けるんじゃないかなということでね、はい、よろしくお願いします。あ、うん、めちゃくちゃ綺麗な声で喋ろう。はい、というわけでじゃあ綺麗な声でじゃあ終わりましょうかね、はい、今日は、はい、OK、はい、OK、 はぁマジリッケのないミックスボイス、じゃあ、よし、じゃあいきますよ皆さん、はい、じゃあせーの、お疲れー。